日本神奈川県横浜市緑区、長津田南台、長津田南台は、神奈川県横浜市緑区の地名。現行行政地名は、長津田南台1丁目から長津田南台7丁目。住居表示未実施区域。郵便番号226-0018。2005年10月1日同区長津田町、東海千葉町、伊吹屋より新設した町名。元長津田町あざ。 玄海田、玄海田と呼ばれる、ひな壇状の宿伝を、付近の鉱石台地の切り崩しによって埋め立て、造成された新しい新興住宅地である。都市基盤整備公団、横浜都市未来及び横浜市によって、土地区画整理事業として開発された地域で、小建て住宅や大型マンションの建設が進められている。 開発面積は94万平方メートル、計画人口1万人、総庫数2450個という規模の住宅地となる。またショッピングセンターやホームセンター、各種ファミリーレストラン、コンビニエンスストアなどがロードサイド店舗として出店している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、 長津田南街5丁目14番7街の地点で23万6千円平方メートルとなっている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。休日には大型商業施設の利用のための交通渋滞が、霧が岡長津田線で発生するようになり、 その渋滞が午前で交差点を介して、国道246号線にまで影響し、2005年から問題となっている。大規模マンションや小建て住宅の開発により、人口が急増した。通学児童が増加し、今後も急増することが見込まれるために、現状の伊吹や小学校から長津田小学校、霧ヶ丘小学校への通学区域を変更しようとする問題がある。 不動産会社などは、いぶきや小学校への通学に便利などのアピールで販売した経緯があり、すでに兄弟、姉妹がいぶきや小学校へ通学しているため、その調整は困難を極めている。また、いぶきや小学校、長津田小学校ともに通学区域である田中学校も、すでに生徒数増加に伴う問題を抱えており、小学校だけの問題にとどまらない。 学区変更によりもともといた現地住民が長津田小学校など他の学校に通学させられるなどの問題が起きた。AB、横浜市長区域要欄。横浜市、2018年1月24日閲覧。AB、横浜の人口、登録者数超超別世帯と男女別人口。横浜市、2018年1月24日閲覧。AB、 郵便番号。日本郵便。2018年1月23日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月23日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。小中学校等通学区域。横浜市。2018年1月24日閲覧。ありがとうございます。